はい、皆さんこんにちは、JAXA 宇宙飛行士の野口聡一です。今回はですね、水で遊ぼうということで、水の、面白さ、無重力での水の形の不思議さをいろいろ試してみたいと思います。今回はですね、秘密兵器があります。こちら、これただのラケットのように見えますけど、こうテフロンなんですよ。テフロン加工されてるんですね。なので水がこう弾きやすい。これを使って水をコントロールしていきたいと思います。まず最初はですね、スタンダードなお水を大きく膨らませて、逆さレンズみたいにね、こうそちらから見ると僕が逆さまに映るっていうやつをやってみたいと思います。まずは水を作るところに行きますよ。大きくなってきましたね。まずは水の玉を大きく作らないことには何も始まらないので、どうでしょうか、逆さ向きに見えてきたでしょうか。水がね、大きくなってくるとね、気をつけないと剥がれていっちゃうので、慎重に慎重に今大きくしております。いかがでしょうか、うまく反対向きに見えてるでしょうか。こんな感じでございます。あ、いました。まずはこれを閉じてですね、ぽよん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 、はいね、見事に逆さに映ってますね。よいしょ、ぽよん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 。これは見てるだけでも楽しいですけど、ちょっと浮かせてみました。こんな感じでうまく安定してますね。さて、これにですね、水に入れるとシュワーって泡が出るやつあるでしょ。それをね、うまいこと入れてみた。これ結構ね、大変なんですよ。難しい。うまくね、止めないことにはね、始まらないんですけど、入れますね。お、どうでしょうか、こんな感じでございます。あっという間に、あ、プチプチいってる。すげえすげえ。おお、泡が外に向かってバンバン出てますね。すごい。こんな感じでございます。すごい反応です。おお、炭酸ガスがね、こう水の中でこういっぱい出てるんですけど、なかなか強烈です上手、半分しか入れなかったんですけど、すごいすごい光量ですね。はい、お、安定してますね。ちょっとね、泡でいっぱいになりました。で、泡の分ちょっとね、大きくなったような気もしますけど、すごい、なんか SF に出てくる惑星みたい。こう、すごい、こう水のね、中にこうちっちゃな気泡がいっぱい浮いてるのが分かります。時のためにタオルを持ってきました。タオルでじゃあ吸い取ってみたいと思います。あ、弾かれちゃった。はい、ということで全部タオルが吸い取りました。次はですね、このテフロン加工のラケットを使って、せっかくラケットがあるので、ピンポンしてみたいと思います。ピンポンで、
ただ水でやっても面白くないので、オレンジジュースを使ってみたいと思います。ピンポンですからね、オレンジ色の玉じゃないと雰囲気出ないので。よーん、オレンジ色の玉が出てきました。卓球のサイズぐらいまでしましょう。一人卓球ですからね。行くぞ。ピュー、ブヨン、わあ、しまった。しまった、しまった、しまった、しまった。強く打ちすぎるとダメだということがよく分かりました。やり直しです。いくぞ。サーブ、ボヨン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 、えいっ。まあこれテフロン加工でこうあの弾くんですけど、やっぱりねうまくやるとついちゃうのね、こっち側にね。ついちゃったやつはえいっ。さあどうだ、行くぞ。サーブ、ポヨン、これぐらいかな、これくらいだ。おお、こんな感じですね。はいはいはい、行きました。そしてこっちに移ってきて、ポヨン、そしてこっちに移ってきて、ポヨン、わ、おお、結論、一人卓球は難しいで、結構一人でやると寂しいで、最後結局飲まなきゃいけない、いろいろ問題がありました。先日違う番組でもちょっとやりましたけども、醤油ね、醤油を水の中にちょっと入れてみたいと思います。これに醤油入れてみます。いくぞ。おー、醤油があっという間に広がって薄くなってます。すごい、やっぱり醤油のあの香ばしい香りというかねしますね。後で綺麗に拭いておきます。で今醤油はね綺麗に混ざったでしょ。今度はじゃあオリーブオイル持ってきたんですけども、水と油混ざらないって言いますけど、どうなるか見てみましょうね。だんだん水玉作るのも上手になってきます。中にオリーブオイル入れてみます。おっと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 、弾いちゃいましたね。だから今くっつかないですよね。だからあの中に入っていかないわけ、弾いちゃうんですね。おー面白い。なんか思ったような実感形にならないですけど、やっぱり性質が違うなと思います。水の中にねちっちゃなあのオリーブオイルのビーズみたいなのが入ってますね。あの食物用のフードカラーですね。これをちょっと使ってみたいと思います。
テフロンも乾いてないとやっぱりくっついちゃうのかな。前ほど弾かなくなってきましたね。お、行きました。緑入りました。緑色になりました。緑色になりました。最後にではコーヒー牛乳いってみたいです。コーヒー牛乳、牛乳とコーヒーを混ぜてみますね。これぐらいかな。これぐらいでどうでしょうか。混ざりました。はい、ということで今回はお水を使っていろいろ遊んでみました。結構難しいお水のこうねもやもやもやっていう動きも面白かったですけども、いろいろこうね混ぜた時の反応とか泡入れた時の反応とかね、無重力ならではの面白い映像が撮れたかなと思います。今回は水で遊ぼうでした。バイバイ。